はい。ボイスアップラボ、株式会社、CEO の、小林徹と言います。よろしくお願いします。今回はですね、こういうタイトルでちょっとお話しさせていただきたいと思います。まあ、エンタメ系のお話ですね。もうちょっと昼下がりで、ちょっと、気を抜きたいところだと思いますんで、一緒にちょっとエンタメ系の話をですね、掘り下げたいと思います。まずですね、さて、はい。皆さんですね、最近その楽しいリフや、LINE で楽しい何かサービスって見つけましたかね？最近ですね、僕見つけたやつですね、これ LINE で、提供されてるですね、バンダイナムコアミューズメントさんのやつですね、ちょっと好きだからちょっと紹介するだけなんですけど、ハヤブサ2からのメッセージというですね、何でしょうね。これ、リアルタイム謎解き物語ですね。ハヤブサ2が12月6日に帰還するので、それまでにですね、ずっとストーリーがこう、現実世界と交錯しながら進むみたいな感じで、ちょっと今注目ですね。昨日からちょうどストーリーが始まったみたいでですね。ぜひ興味ある方はですね、QR コードから行ってみてください。はい。で、まあ、自己紹介なんですけれども、私ですね、小林徹と言います。はい。京都に住んでいます。で、ボイスアップラボ株式会社、の CEO を室ですね、まあ、エンジニア、またはですね、UX、あとは VUX デザイナーという、のをやってます。まあ、テクノロジーとですね、まあ、いろんな世界観でですね、まあ、ユーザーをこう楽しませたいとか、魅了したいとか、まあ、そういう思いが、結構強い。っていう、まあ、エンジニアです。はい。ボイスアップラボ。ボイスアップラボの音楽が聞こえてきましたけれども、ボイスアップラボとはまあ何かというとですね、まあ、VUI や、チャットボットでですね、新しいサービスを、生み出す会社と。割と VUI、結構ずっとやってたんですけども、それと並行して、LINE 系のチャットボット、等も、いろんなサービス作ったりしてます。で、3名のクリエイターで活動していてですね、VUI アプリ、まあ、VUI ってアレクサとか、Google ホームとかですね、LINE クローバーとかそういうプラットフォーム向けのアプリなんですけど、まあ、50本以上出してますと。で、最近はリフアプリも、まあ、いくつか、今年に入って、出してます。はい。どんなのを出しているかというとですね、まあ、VUI スキル、こういう感じの、ですね、アレクサ、が、まあ、多いですかね。いろんなゲーム系であったりとか、生活習慣系の、音声スキルですね、そういうのを出したりしてます。はい。まあ、音声スキル系では、いろいろと、アワード等々いただいて、おりましてですね、まあ、いろんな賞をいただいたりとかしてですね、まあ、いろいろと活動させていただいてます。で、リフアプリの方もいろいろ作ってます。まあ、ちょっとね、あまり PR できてないので、ご存知の方少ないかもしれませんが、まあ、代表的なのはこの3つですかね、我々今のところ。一番左側がですね、ボイスアップスキルナビという、音声スキルを、リフ内、ライン内でナビゲートして、お気に入りとか、常に起動するランチャーですね。はい。ここから音声スキルを、起動できます。はい。まあ、どうやって起動するかというと、アレクサ、何々を起動してみたいな感じで、リフが喋るんですね。はい。すみませそういん、うか、よくわかりませんでした。はい。そういう形で起動したりするのがスキルナビですね。で、2番目の単語クエストっていうのが、まあ、中高生向けの単語習得アプリですね。ひたすら単語を自分で学ぶ。単語帳を自分で作ったり、友達と共有しながら単語を学ぶみたいな感じのものになってますと。はい。で、一番右側の消えるというやつなんですけれども、はい。消えるというのはですね、まあ、メッセージ、LINE のメッセージなんですけども、まあ、画像を送るんですけど、それがまあ、10秒ぐらいで消えちゃうんですね。はい。そういう感じで、まあ、LINE と、そのサービスっていうのを合わせて、オリジナルの、リフアプリっていうのをいくつか、作ったりしてます。はい。続いて、前回までのおさらいってあるんですけども、前回、リフのイベントをやった時にですね、ゲームの方を、公開しました。まだ作りかけですって言って、公開したものがあるんですけれども、今回はその続きです。
ですので、前回までのおさらいをさらっとさせていただきたいと思いますけれども、まず、リフできちんとゲームを作りたいなっていうのが、まあ、一番最初にあったんですね。で、リフだからですね、まあ、友達が、いるということで、マルチプレイヤーゲームを、まあ、なんとか作りたいなというところで、友達をどんどん巻き込んでいきたいわけですね。あとですね、まあ、人狼は今大流行りじゃないですか。あと去年度と掛け狂いみたいな映画もありましたよね。まあそういう心理戦みんな大好きなので、そういう感じのゲームを作りたいなと。あとですね、まあいくつかのミニゲームをですね、こう特化引っかいしながら、遊ぶのが一番こう適してるんじゃないかなと思ったりして、こういう企画に、したんですね。で、まあ技術的にこういうふうに作りたいなという、まあ最初の模式図ですね。はい。一番、マイルームを作ってですね、はい、自分の部屋に、人を呼んでですね、そこでゲームを、みんなで楽しむみたいな感じにしたかったわけですね。で、マイルームを作ったら、その URL をですね、リフの URL を友達のトークに送る。これはですね、シェアターゲットピッカーという、リフの機能を使って、友達に送ったら、友達が来てくれるわけですね。こうやって。で、みんなが、リンクを踏んで遊びに来てくれるんじゃないかという。で、みんなでゲームしようぜ。みたいな感じのものを、作ろうと。で、作り出しました。で、前回、までゲームが1個できたんで、そのゲームちょっと、ちょっと動画で、見ていただきたいんですけども。インディアンポーカーは2人から8人で遊べるカードゲームですね。1人1枚カードを引いてみんなに見せるんだけど、自分のカードだけ見えないんだ。一番数字の多いプレイヤーが勝ち。順番にコインを払って勝負するか降りるかを決めるんだ。いわゆるそのカードゲーム、トランプの、インディアンポーカーの、LINE のリフ版です。LINE の友達とリアルタイムでインディアンポーカーを楽しむ、みたいな感じですね。2つ目は降参、はい。勝てないと思ったら潔く降りよう。3つ目はレイズ。賭け金を2倍に釣り上げて他のプレイヤーにプレッシャーをかけよう。4つ目はチェンジ。はい、ちょっと1回だけカードを交換できるけど、そういうゲームでしたね。はい、それとですね、もう一個ゲームをしてついにプレイルームというものが、完成したんですね。どういう形になった、どういうゲームかといいますとですね、1個人狼ゲームを、追加しました。でプレイルーム完成ということでもうリリースしたいと思うんですが、人狼ゲームをですね、噂の人狼というタイトルでですね、カジュアルな人狼ゲームというふうに仕上がっています。噂って何かというとですね、人狼のヒントがですね、わかるんですね。人狼のヒントが全員に分かって、で人狼が見つけやすくなっているんですね。だからどう推理のしやすかったりするんですけど、だから、結構短いスパンでカジュアルに遊べるというものですね。はい、ちょっと動画、昨日ちょっと一生懸命編集したんで、あの動画見てやってください。噂の人狼。噂の人狼は3人から8人で遊べるカジュアルな人狼ゲーム。人狼のヒントが全員に表示される噂システムで推理しやすくコミュニケーションしやすいのが大きな特徴だ。プレイ時間は10分。役職は村人、人狼、狩人に加え5人以上のプレイでは狂人が登場する。開始直後のターンですぐに噂が表示されるので、それを手がかりに人狼を探そう。朝のターンになると3分間のディスカッションタイム。怪しいと思ったら怪しいラインを引いて自分の推理をチャットで伝えよう。3分経ったら投票タイム。一番怪しい人に投票しよう。同数の場合は1回だけ決戦投票となり、決着がつかなかったら誰も追放されない。そして夜のターン、人狼は襲撃するターゲットを選び、狩人はガードする相手を選ぼう。もしもガードに失敗すれば誰かが人狼の餌食となるぞ。投票で人狼を追放すれば、その時点で村人チームの勝利。人狼に襲われて村人が残り1人になるか、人狼が2日間逃げ切れば人狼チームの勝利となる。噂があるから簡単かと思いきや、その噂に信憑性がなかったり、人狼が嘘でかき乱すので、そう簡単にはいかないぞ。正直に話して味方を集めるもよし、嘘をついて誰かをはめるもよし、臨機応変に駆け引きしながら勝利を目指せ。プレイヤーの人間性が次々と暴かれる。それが噂の人狼。はい、という感じのゲームを1個追加しました。はい、まあ今の動画見たらちょっと分かりにくいかと思うので、実際リフとしてどう、動くかというのをですね、実際1回遊んでみてですね、皆さんにお見せしたいと思います。
はい。では、こちらですね、スマホにつながっておりますので、プレイルーム、公式アカウントですね、公式アカウントの中のリッチメニューから起動します。プレイルームを起動。これ、リフの画面が今、立ち上がりましたと。はい。さあ、立ち上がりますかね。はい。こういう感じで、前回のプレビュー版を見てくれた方は、だいぶ変わったかなと思われたと思うんですけど、こういう感じで仕上がりました。で、まず、下の方にキャラクターがいますけど、まあ、ちょっとですね、メインのキャラクターみたいな感じで。はい、こうやってですね、やや VUI っぽい感じで、ちょっとおしゃべりできるキャラクターが5つですね。まあ、模様替えということですね。ここ自分の部屋なので、人をこうやって、呼びたいというときに、こうやって模様替えをしたりですね、BGM をちょっとかけて、人をもてなしたりとか、だいぶこれね、雰囲気、いろんな部屋も子供部屋とかね、月夜とかにするとだいぶ雰囲気があったりしますよね。こういうの自分の部屋をこうやって変えていくみたいな、感じで、グレードアップできると。はい。じゃあですね、噂の人狼をちょっと開いてみたいと思います。はい、今、メンバーが来れば、もうこれでゲームができる状態、スタートしても3人からしかできませんよって言われちゃいます。で、友達を、誘うでですね、LINE でちょっと呼んでみたいと思いますね。うちの、メンバーのところに、ボイスアップラボのところにシェア、これシェア、ターゲットシェアペッカーで今、グループに投げました。はい、で、どうなってるかというと、そうですね、ここに、噂の人狼プレイルーム作ったよ、一緒に遊ぼうっていうの出るので、まあ、リンクをですね、メンバーがそれぞれ踏んでくれればです。あ、もう一人いましたね。佐々木さんいましたね。はい。これで、もう一人ですね。あ、来ました、来ました。あ、なんかあったら喋ってくださいね。はい。じゃあ3人でゲームスタート。はい、さあ、始まりました。恐ろしい夜がやってきたと。人狼を二日以内に見つけ出せという感じですね。はい。読んだらクリック。おっと、はい。自分の役職はここで、表示されます。二人も別の役職。カリウドが一人いますね。はい。人狼を見つけるゲームです。さて、まず最初にですね、怪しい人、これ当てずっぽうでいいので、とりあえず、議論をするために怪しい人を、指定するんですね。はい。そうすると、先に進みます。さあ、噂が出てきたんですね。これですね、3人今別々の噂が出てます。で、まあ、僕もこういうのが出てるんですけど、ちょっと皆さん文字を読んでいただいてですね、これが、この噂が本当か嘘か、ちょっとね、見てくださいね。人狼は、尖った木の隣に住んでるらしいというね。あ、佐々木さんから来ました。人狼は、歯が嫌いらしい。人狼は窓拭きが嫌いらしい。なんかね、いろんな噂が出てきてですね、総合して人狼は誰だって、見つけるんですけどね。で、さっきの疑い、この人を疑ってるっていうのが、LINE として出てます。はい。例えば、この LINE を、佐々木さんに変えよう。こいつが怪しいぞ。でしたらこうなったりするわけですよね。さてさて、人狼は窓拭きが嫌い。窓拭きが嫌いってどういうことですかね。窓の数が少ないということかな。葉っぱが嫌いということは、なんだろう。なんでしょうね。木がないとかそういうことですかね。ちょっとわかんないですね。嘘をついてる可能性もありますので。怪しいのは誰かな。とりあえず佐々木さんにしてですね、佐々木さんを、釣りたいと思いますね。窓拭きね。はい。割と、こうやって推測しながら、行く、噂が多いので、こうやって話し合いながらですね、進めますね。そう、木はみんな生えてるからね。はい。ちょっとわかんないですね。針葉樹とか、そういうところも、あるかもしれないですね。で、ちょっと進めます。もう投票のところに。僕はちょっと笹毛さんが怪しいというふうに思ってますので、笹毛さんにこれ投票しちゃいます。はい。投票。さあ、お二人も投票してくださいね。おお、笹毛さん。怪しいですね。はい。ということで、読んだと思います。
佐々木さんの投票、追放となりましたが、はい。イエーイ。まあ、僕は人狼だったわけですよね。はい。という感じで、ゲームが、終わりました。そしたらゲームのランキングも見れます。何回もこうやって、1回戦、2回戦って遊ぶことができますね。はい。で、ランキングでゲームを閉じると。閉じてみましょう。もう終わりです。はい。そうするとですね、公式アカウントしてマイルームを、開きますか。このルームは閉じて、もっぺん1からマイルームを、開いてみましょうというフローになります。そうすると、まあ、コインゲットしましたよということで、まあ、下の方に、コインがあったと、思うんですけど、それをですね、模様替えとか BGM のアンロックに使うみたいなサイクルで、みんなで遊んで、で、一人でフィードバックして、ちょっとバージョングレードアップしてみたいな、サイクルを繰り返してほしいという感じの、ゲームの仕上がりに、なっています。はい。これが噂の人狼というゲームでございます。はい。お二人ありがとうございました。はい。というわけでですね。さてさて、続いてバックステージをちょっとご紹介したいと思いますが、まあ、通信イメージですね。今3人で通信してたと思います。なので、あ、まあ、こういう感じで、通信してるなというふうにイメージは、つくんじゃないでしょうか。はい。で、まあ、僕ゲームをすごく作ったことがあるわけではないので、通信系の、どういうふうに作るのが常識かわからないんですけど、まあ、中央サーバーがある、あったりする作り方が多いんじゃないかなと思うんですが、今回ですね、プレイルームは中央サーバーはありません。全部クライアントサイドで、動いてます。ルームオーナーがですね、ゲームの進行を担当すると。なので、ルームオーナーが落ちたらもう止まっちゃうぞ。でも、ルームオーナーって言ってるから、もうそういう責任を負わせてですね、そういう一人のユーザーが全部を、操作するみたいな感じにしたかったんですね。はい。で、システム構成こんな感じになってます。まあ、主にね、もう Firebase で、ゴリゴリと作ってます。Firebase の、OS とか、Firestore、ファンクションホスティング。まあ、ホスティング、ここにアプリは載ってるんですね。で、アプリ側からですね、リフログインして、まあ、トークン取って、まあ、こっちに、ユーザー DB の方にアクセスしてですね、で、Firebase の、方から、まあ、ファンクションですね。ファンクションからですね、ユーザー情報をサーバーに取りに行ったりとか、というやり取りが、あったりしますが、まあ、まあ、とてもシンプルな感じですね。ファンクションも、まあ、ほとんど DB 補助、DB に、データを入れるぐらいの使い方しかしてませんので、まあ、ロジックはほぼほぼアプリに載っているという感じですね。はい。システム構成はこんな感じになってますと。で、フロントエンド、まあ、僕自身が、フロントエンダーなのでですね、フロントエンドは一番こう肝になってくると思ってます。で、僕は Vue.js が、好きなのでですね、Vue.js 一本で作ってます。普通ゲームはですね、ゲームエンジンとかですね、使うことが多いんですけど、まあ、リアルタイムのね、アクションゲームとかだったらもうゲームエンジンは必須なんですけど、こういう、なんて言うんでしょうね、シーンごとに切り替わるタイプのもの、ステータスがだんだん切り替わるっていうタイプのものは、割とビューとか向いてるんじゃないかなと思ってます。はい。で、ビューの中で、ビューファイア。これはですね、ファイアベース連携、これすっごい便利なので、ぜひ覚えて帰ってほしいんですけど、使ったりしてます。あと、アニメーションは、ビュートゥーアニメートっていう、まあ、これ CSS ライブラリみたいなもんですかね。ビューのトランジションに、いろんなアニメーションを乗っけてくれる感じですね。はい。そういうのも使ったりしてます。で、サウンドはですね、howler.js っていうライブラリですね。これお気に入りですね。よく使っているものですと。はい。で、ビューのですね、便利なところ、まあね、これ当たり前なんですけど、ビューを使っている人は、もう、まあ、リアクト使っている人は、まあ、そりゃそうだっていうところなんですけども、シーン切り替えタイプのアプリになると、やっぱシーンの切り替えの見通しがいいかどうかっていうのがすごく重要なんですね。テストのしやすさも、ありますし。で、噂の人狼の場合は、もうシーンが10個ぐらい、こう、わーって、一つの HTML の中に並んでるんですけど、
これも本当にビューだったら、一発でですね、まあ、VF、まあ、この辺を、シーンを変えていくだけで、自分のシーンじゃなければですね、もう HTML 空っぽになってくれるので、メモリも食わないということで、とても、塩梅がいい。ただただ、シーンの切り替えに便利だというふうに思っています。で、もう一つ、先ほど言いました、ビューファイアですね。ビューファイア、これとっても便利ですね。まあ、何かと言いますと、ビューに、ファイアストア、の機能、データベースの連携を、まあ、簡単に、連携させてくれるというやつなんですけども、これ本当に恐ろしいほど簡単で、こんな簡単でいいのかなって思うんですけど、例えばこれ左にユーザーデータっていうのがあって、実際のデータベースですね、Firestore の、これ、ウェブで触れるんですけど、そこにコインとジェムみたいなのがあるとしますと。で、こういうふうにクライアントに表示させたいというときにですね、まあ、HTML 的にはこういう感じになりますよね。div にコインあって、まあ、ユーザーデータ、コイン、これが変わったらここも変えてねっていうことなんですけども。JavaScript のところにですね、この Firestore って出てるんです。これが Vue5 が提供しているものなんですけど、Firestore で括弧、ユーザーデータ、このユーザーデータですよね。ユーザーデータは、ドキュメント、ユーザーデータっていうことですね。ドキュメント、ユーザーデータ、これを参照せよ。で、まあ、1行書くんですよ。で、1行書いただけなんですけど、もうそれだけでですね、サーバーの方でこれをいじったら、その瞬間にこれは変わるし。っていう感じで、もう一瞬で、全部クライアント変わるみたいな感じの、まあ、強力なリアルタイムデータベースになってます。はい。まあ、皆さんもう結構使ってられるかなとは思うんですけど、かなりこれは便利ですね。はい。ということで、マルチユーザー通信ということで、こういう先ほど、中央サーバーはないというふうにお見せしましたけども、実際細かく言うとですね、本当はこうじゃなくて、こうなってますと。はい。ビューファイアをハブにしてですね、ビューストアですね。ごめんなさい。ファイアストアをハブにして、ファイアストアの一つのドキュメントを、まあ、3人がリストにしてると。ということで、誰かがそれ変えれば、まあ、3人変わるっていうような感じでですね、すごいシンプルに、まあ、チャットなり、ゲーム進行なりを、作ってます。はい。まあ、とてもこれ、簡単でございます。なので、ぜひですね、Vuefire、そして Firebase みたいなのを、リフに取り入れてみるのはいいと思いますと。はい。ただ、これ、Web アプリの話ですよね、と。はい。リフの話は一体、これ、どこなんだっていう疑問に思われた方もいると思いますが、ですね、まあ、API 等々の使い方はですね、先ほどから、いろんな方が解説されていてですね、まあ、エキスパートの皆さんに、お任せしたいなと思っておりますが、僕はですね、まあ、エンタメ系のサービスを作る立場から見たですね、LINE、プラスリフ、これの魅力っていうのは、何かなと思って、まあ、何個もあるんですけどね、通知がいいとか、まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、大きくこの2つ、これすごい、すごいいいなと思っているところですね。1個目、ログインですと。はい、ログインですな UX。実際はその LINE ログインを内部でしてですね、立ち上げた時に LINE ログインをしてるんですけど、ユーザーから見たらログインしてるかどうかもわからないと。で、エンタメ系というか、その、こういうので一番重要なのはですね、その自分の、自分のキャラクターとか自分のアバターが、そこに表示させるまでがものすごく大変なんですね。自分のサービスに登録させて、アイコンをアップロードさせてみたいな感じの手順がいったりします。で、それがですね、もう LINE だとクリック一つだけで、リンクを踏んだだけでもアイコンが自分のアイコンと友達のアイコンがそこに出ちゃうっていうのは、これがね、本当は僕はもっと強調されていい体験だと思っています。はい、これログインですな、UI と。UX と。はい。そしてもう一つは、まあ、チャットアプリということですね。LINE。可能性しかないソーシャルグラフということで、アプリを作って投入したいというときにですね、やっぱどっちに投入したいかですよね。左側はですね、普通にアプリ、リリースして、広告とか等で広めてですね、まあ、一人ずつ獲得。まあ、ネイティブアプリとかはこっちになるんじゃないかな。
思っていますけれども、ただ LINE の方はですね、さっきの起動のしやすさとかも入れるとですね、できるだけその人がいるところに、いるって分かっているところにガンとアプリを入れたいわけですよ。で、1人が使いたい、面白いと思ったら、もうそれは3人でしかできないゲームだったりするので、まあ、こうやってバーって増えていってほしいという、思いも込めてですね、はい、やっぱりですね、そういうのを利用したいなと思っていますと。はい、ただ、課題は、いくつかあります。はい、まだちょっとリリースしてないので、なんともサーバーとかね、なんとも、分かりません。実際どれぐらいアクセス作るのかもちょっと分からないし、コスト感もちょっと分からないですね、本当に。ちょっといろいろ試したいところです。あとは今、フリー、無料のサービスになってるんですけど、課金はまあどっかで、入れたいなと思ってます。まあ、課金というか、収益ですね。まあ、広告収入はこれ今、リフがもう広告可能になりましたので、もう乗っけてもいいよって LINE さんの方からも、そういうふうに変わりましたね、規約が。なので、広告はいいだろうと。あとは、まあ、こういう形なんで、ゲームタイトルを販売したりとか、ゲーム、拡張機能を販売したりとかっていうのは、筋がいいかもしれないですね。まあ、コインとジェムの販売、これはちょっと、ちょっとわかんないですね。はい。あと、PR は、これも問題ですね。作ったらちゃんと広めなきゃいけないんですけど、まあ、多分 YouTube 系は、とてもですね、相性がいいんじゃないかなと、はい、個人的には思っているところです。なんでですね、まあ、いろいろ課題はまだまだありますが、とりあえずリリースしたいなと思っているところですと。はい、で前回、イベントしたときに、まあ、これ2、3人の方から、聞かれた質問があるんですね。プラットフォームを公開する予定はありますかと、はいはい。ちょっとそれにお答えする前に、まあ、最後のスライドです、こちら。はい、まず、プレイルーム先行版というのはですね、もう公開してます。こちらのQR コードでも公式アカウントとつながれる状態になってますので、もし人狼お友達とやってみたいとかいう方はもう今これ、これが映ってるうちにキャプチャーしてください。で、プラットフォームの話なんですけど、まあそういう、ゆくゆくはですね、そういう展開もやりたいなと思っているんですけども、まだそうですね、ユーザーさんがちゃんとついてくるかどうかというところで、ユーザーさんがちゃんとついてきて、ちゃんとユーザー増えるぞっていうような感触が出てきたらですね、プラットフォームみたいなものにしてですね、広く開発者の皆さんに使ってもらうみたいなのは考えてはいるところです。ただ、まあ、とりあえずリリースしてみて、様子を見ようかなというところですね。まあ、ゲーム作ってみたいという方に使ってもらえるようになると、まあ、いいですね、ゆくゆくは。あとは、いろんなゲーム、ボードゲームメーカーの方たちと組んでね、やりたいなと思ってます。まあ、実は、今の人狼ゲームも、京都で有名な炭酸、ファブリックという、ボードゲームメーカーと一緒に組んで作ったりしてます。なので、いろんなゲームボードゲームメーカーと、いろんなものを作るのはいいかななんて思ったりもしてますと。はい、そうですね、おそらく、来週あたりには、正式版として、プレスリリースも出せるんじゃないかなと思ってますので、もしですね、気に入ったら、ぜひ、応援していただけると大変ありがたいです。あと、リフでこんなことできるんだっていうのは、まあ、とても参考にしていただけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ今、こちらのQR コードで、友達になってみてください。はい。まあ、お伝えしたいことは以上ですね。まあ、1分ほど早いですが。以上、僕からのプレゼンは、以上です。はい。ご清聴ありがとうございました。